皆さんこんにちは、松永春菜です。今日の動画ではパニック障害の人は朝に散歩するといいよって聞いたことがある人いらっしゃると思うんですけど、朝に散歩できるわけないじゃんっていう人が多いと思うんですよ。今日はそんな人に向けて、朝に散歩をしたいけど何をすればいいかわからないっていうか、私何もできません、朝起きれませんとかね、そういう人に向けた動画です。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。まずはじめに、私は2008年の2月にパニック障害という診断を受けまして、いろんな精神薬を飲んできて、激しい離脱症状に苦しみながらも精神薬をね、弾薬して2年が経過しました。で、パニック障害のこととか、パニック障害の原因とかもいろんなことを調べて、いろんなことをね、取り入れて生活をしているんですけれども、そんな私がね、朝起きれるはずもなく、外に散歩しに出るっていうこともできず、じゃあどうやってやってきたのかっていうことをね、ご紹介していきたいなぁなんて思います。まずパニック障害になると夜眠れなくて、朝方に入眠するっていうことも珍しくなくって、そういう人の場合、朝に散歩するっていうのは本当にもう不可能に近い話ですし、予期不安とかパニック発作とかがあると、それが邪魔して外に出れないっていうこともありますし、この運動をね、していく中で心拍数が上がっていく、動悸がね、する、鼓動が早まるって言えばいいのかなっていう状態が発作につながるんじゃないかっていう不安感や恐怖心からもう中断せざるを得ないとか、いろんなことが考えられて朝の散歩ができなくなるっていうことがあるんですけど、じゃあどうすればいいのかっていうと、その朝の散歩、外っていうワードを変えてみることをお勧めします。例えばもう朝できなかったら調子がいい時にやるとかね、もう夜でもいいですし、あと散歩っていうのをもう外に出て散歩するっていう風に考えるのではなくて、家の中で足踏みをするとかね、そういう風にちょっと思考を変えてやってみることをお勧めします。でパニック障害の人ってね、完璧主義の人が多いの。朝に散歩するって言われたら朝に散歩しなきゃいけないと思い込んじゃうから、朝に散歩するっていうその言葉にとらわれるんじゃなくって、朝に散歩は今ちょっと私の状況ではできないから、どうすれば自分に合った同じようなことが取り入れられるだろうかって、頭を柔らかくして考えてみることがいいです。ちなみに私はね、今から12年ぐらい前、26とか7の時かな、その時に昼ドラが30分やっていたんです。今昼ドラやってる？その時にね、非婚同盟っていう昼ドラがやっててね、その昼ドラを見ながら家のダイニングをね、ぐる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 回ったりとか、見ながら足踏みしたりとかね、してました。それをね、やるだけでも、やったことには変わりないじゃないですか。やっている状況は違えど、足踏みもさ、外に出てなかったら散歩じゃない、ただの足踏みだけど、でもやってることって一緒なんですよ。だったらやらないよりかはやった方がいいし、できないって言ってメソメソしてるんじゃなくって、もうメソメソする暇があったら何か違った方法でできないかなって探してみることが一番いいです。で、体調がさ、やっぱ悪い時とかあるので、もうそういう時は無理をしない。無理をしないでできる時にやるっていうスタンスで全然いいと思います。むしろ今、朝の散歩って言われて、もうそれを考えるだけでも辛い人もいると思うんですよ。そういう人は今それをやる段階ではないので、じゃあ私は今何ができるだろう。何だったら心地よくできるだろう。不快なね、気持ちがなくできるだろうっていうことを考えて、いろいろと行動をしてみることがいいと思います。布団から出れないっていう時も私あったんですよ。で、布団から出れないんだったら、じゃあ布団の中で何をしてみようかなとか、例えばこう転がってみるとかね、寝返りをしてみて、ちょっとそれをストレッチ風にやってみたりとか、あとは声を出して表情をね、鍛えてみるとか、あいうえおって言ってみたりとか、口角を開けてニコってしてみたりとか、何でもいいので、もうとりあえず、今できること、自分が不快なくできることっていうのを少しずつコツコツ積み上げていって、でチャレンジしていってほしいなぁなんて思います。今日の動画は以上です。この動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。